皆様こんにちは、山芋です。これ何かわかりますか？目印キーホルダーですね。再販が来ました。まだ私はゲットしてないです。ゲットしに行ってないです。ここにあるのは結構前に任天堂でガシャガシャを引いてきたんです。で、開けてなかったんですよ。なんか忘れてて、なんかレビュー、なんかの時にレビューしようと思って存在を忘れてしまってたので、開けていこうと思います。で、新しいやつは増えてるんだよね。この氷とかが増えてるんですよね。ちなみにここにある氷ピクミンは、私の誕生日に夫が愛する妻のために買ってくれました。うち、あ、紫だ。いいじゃん。かわいいじゃん。あ、すごい。なんかこう、あ、かわいい。これめちゃくちゃいいやん。あ、もっと早く開けとけばよかった。でもこれちょっとかわいすぎてあれだね、使えないっていうか、紫に紫入ってたっていうことは嫌な予感するけど、私が引いたやつ青が3つっていうことでよろしいですか？中身がわかるってことですかね。なかなか開かないですね。あ、そうなんだね。じゃあ私青3つあるってことかな。あ、ここ待って、これ私一回開けたんかな。いや、子供が開けてくれたんかもしれない。ずっとそこら辺に置いてたんですよね。あ、かわいいね。このクリアな感じがいいな。ここの留め具のところがすごく大きいやつ。あの、安物のやつじゃなくて、これね、この大きさの留め具って普通に買ったらね、高いんですよ。こういうのがしっかりついてて、これはいいですね。あ、これなかなか落ちないですね、これ。いい。さすが任天堂さんだな。ねえ、これどうやって開けんの？爪割れそう。ネイルしてなくてよかった。あ、ほんとだね。もう青なんだね。お花がついた青3つ。じゃあこれ赤と白だよね。そういうことだよね。で、私さ、目印キーホルダーいろいろ調べてたら、いろんな目印キーホルダーあるんだね。私、塊魂も好きなんですよ。めっちゃ欲しいなと思って。で、なんか他にもいっぱい検索したら出てきて、いろんなのあって、赤でした。全7種か。まあ、またしに行こう。増えてからまたしに行ってもいいもんね。任天堂のストアでまたやるんだったら、任天堂のストアでまた増やしてもらえたら私全然買いに行く。なんかよくわからないガシャガシャのところに行くのが嫌なんですよね。白かわいいな。白かわいい。そう、ボケるなぁ。じゃ、全部持ってみよう。岩がないんだね。じゃ、行かなきゃ、任天堂ストア。綺麗だなぁ。かわいいわ、これ。グミのやつと思ったら全然違うんだね。これがさ、お風呂のやつで、これがキーホルダーで、ちょっと黄色いないな。これが、目印でしょ。全部かわいい。全部なんかちょっとずつ違うんよね、表情がね。かわいいな。もうピクミンのグッズの中で何がこのちっちゃいのいいだろうね。何が一番いいんだろう。透明だからこれも珍しいっちゃ珍しいけど、私でもマグネットが一番好きかないや、でも目印もかわいいっす。でまた新しいのガシャガシャ任天堂ストアに出たら買いに行こうかなと思います。なんか他のガシャガシャだったらいっぱいあるのに、ピクミンだけなかなか売ってないっていうのもね、もっと量産してくれたら子供たち買うと思うんだけどなとか思いつつ、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。